今日先制ホームラン坂本、そしてセーフティーバント、川井さんの解説通りにここはアウトの判定ですが、原監督リクエストです。いやー、やはりセーフティーバントしてきましたね、川井さん。いやいや、牽制をしている時の松原の動きがちょっと怪しかった、はいはい、どのあたりが怪しかったですか。わざとらしく足を上げて打つ格好をしてたので、はい、なるほど、はい、ちょっと足の上げ方が不自然だったと、はい、わざとらしい動きをしてたんですよ。この前の時ですよね。はいはい、そうですね。でもバントはこれはね、はい、松原にしては最高のセーフティーバントです。あの二軍監督時代本当にもう手塩にかけて育てた選手だと思いますが、はい、もう散々三軍の時と二軍の時に松原には左バッターで足が速い選手はセーフティーバント、はい、バントが上手くなったら、はい、絶対お金稼げる選手になるよって、まあ、言い続けてたんですね。そうだったんですか。で、まあ、そこまでそのバントが本当に上手に、まあ、その当時はなってなかったですけど、はあ、今のバントは最高です。ああ、これはもうあのサードの高橋周平が素手で取ったっていうのがもうこれも最高のプレーですね。高橋周平も素晴らしい守備を見せていました。ある程度予測はしてたんですけど、はい、ですからあれでもう間一髪じゃないですか、左バッター。そうですね。ということはまあ本当にまあもう少しいいバントしたり、はい、あと三塁手がノーマークであったりすると、はい、もうイージーセーフですよ。なるほど、うん、ただここは判定覆らず責任審判に西本がアウトのコールです、はい、ですけどランナーいるケースはこれ、ギダですからね。そうですね、送りバントと同じ結果になりますもんね。はい、まあ、今菅野中川が投手陣ではジャンプ一番変わった福田がレフトフライ、岡本の打球を取っています。この回から福田がレフトの守備位置についています。はい、いやいや、よく取りましたね。ナイスキャッチでしたね。いやいや、まだまだ動けますね。まだそう、いいまだまだまだもう横浜高校出身でいろんなポジションできますからね。いやいや、まああの、はい、僕も中日の二軍監督やらせていただいている時に彼がちょうど二軍にいたので、はいはい、あの一緒にやってて本当にパワーヒッターでね、ねまあ、その当時はまだキャッチャーと、ファーストとやってましたけどね。